今日は2017年5月2日今11時55分ですね。朝日新聞の一面には海上自衛隊の護衛艦がアメリカの軍艦を守るために、出ていくという話ですね。日本最大の護衛艦なんだけど、これどう見てもこれ航空母艦だね。これは専守防衛の国に、航空母艦が必要なのか。まあジェット機とかの離着陸はできないけども、形は全く航空母艦で、それに攻撃用のヘリコプターをたくさん積んでよその国のそばまで行って攻撃するってことはこれ可能ですわね。まあ、世界中に攻撃することができるような手段を、まあ、日本は持ってるってことになると。で、今の北朝鮮情勢の中で、アメリカのカール・ビンソンという原子力空母が、まあ、日本海に今入ろうとしていて、それを守るんじゃないのか、それを守るんじゃないんだけども、補給艦を守ったりするのかね。まあ、どっちにしても、まあ北朝鮮とアメリカが、まあ、睨み合いを続けててチキンレースみたいな状況の中で、日本がそれを護衛艦とかこういう疑似空母みたいなね、空母みたいなもので守る、まあ相手から見れば明らかに敵ですわね、これは。で、日本の基地からもし朝鮮とアメリカが戦争を始めれば、日本の基地からそれを攻撃するための飛行機が飛び立ったり補給したりするわけですから、当然北朝鮮から見れば攻撃目標である。日米安保条約というものは、まあ、日本の国を守ってくれるものでありがたいものだというふうに言ってるけども、アメリカが どっかと喧嘩始めればその巻き添えを被るということですよね。それは忘れちゃいけない。その記事の隣には改憲不要が 50%、 今の日本国憲法を変えた方がいいか変えない方がいいか、なんかこれ世論調査のやり方によっても変えるのか変わるのか、変える方がいいっていうのが 41% つんですね。まあ昨日でしたか、安倍総理が今こそ憲法を変えるべきだというふうになんか集会をやって規制を上げたっていうんですけども、結局ポイントは憲法90ですよね。日本が軍隊を持たない、憲法90では軍隊を持たなくて戦争もやらない、はっきり謳っている。まあ自衛隊の存在というのは明らかに、これは私は違憲だと思いますよ、違憲だと思いますよっていうか違憲だよね、これを素直に判断すれば。しかし解釈の変更によって、あだらこうだら言いながら自衛隊が結構世界の中でも高い軍事力を保持するような状況になっている。それにしてもまだ戦争が大っぴらにできるようなことになってないから、もっと戦争ができるようにしたいなと思ってる人たちがいるということは私はずっと言ってきましたね。戦争が起きれば大金儲けをできる人たちというのは昔からたくさんいて、分散複合体と呼ばれる人たちがいて、それが世界を操ってわざと紛争が起きるようにしているという指摘がずっとあるわけですよ。それが分かっている人たちはたくさんいるんだけども、マスコミの中で大っぴらにそれが取り上げられて、それはけしからんよね、一体誰と誰が誰、その軍産複合体のメンバーで何をやってるんだということが検証されるなんてことはめったにないわけです。しかしその存在というのはあって、それらがやはりこの日本の憲法を変えてもっと軍事力を高めて、場合によったら戦争ができるにしたするした方が結局彼らは金儲けができる。紛争が起きればもう大金儲けができる。もう武器なんかたくさん使われるわけだし、作るし、たくさん作るし、そして紛争が起きなくても戦争するぞというような機運が高まれば高まるほど武器の生産は増えるし、そういうところの株は上がるし、儲かる人たちはたくさんいるわけですね。
だからこの今の海上自衛隊の存在自体もこういう航空母艦みたいなものの存在自体もこの軍産複合体の意向に沿ったものなんだろう、まあ、そういう認識というのは必要で、この軍産複合体というのは平和が好きじゃないんだよね。一般国民の命を守るためというようなことじゃなくて、自分たちがどうやったら金儲けができるかという大前提で全てのものを判断している。それらが政治的に非常に大きな影響力を持っていて、そして憲法を変えようとしたり、自衛隊を増強したり、それからアメリカとの同盟の締結を結んだり、そして国際緊張を煽ったりしているということを忘れてはいけない。天聖人号のところには30年前の5月3日の朝日新聞阪神支局での銃撃事件について書いてますよね。もう30年になりますかね。目出し帽をかぶった男が突然乱入してきて散弾銃ぶっ放して、朝日新聞の記者29歳だったんですね、死にましたね。まあ愛国心、反日分子には極刑あるのみというね、犯行声明を出した、まあ、右翼だったんですね。しかしそれが結局いまだに捕まっていない、誰がやったのかはっきり分かってない、まあけしからん話ですよ。で作家の佐々木隆三さんが怒りを込めて書いた文章の中に、無言で銃器を持って新聞社に乗り込んで無言で鉄砲をぶっ放して逃げる輩が日本の国土、文化、伝統を愛する心を持ち合わせているはずがない、まさにその通りですよ。自分と気に入らないものはぶち殺すみたいなことをが通用するような国家が、みんなが愛するべき国家なのか。気に入らないものはぶち殺せ、気に入らないものの言論は封じ込めろ、自分だけ、自分何が正義かということを考えるんじゃなくて、自分の利益だけを考えて、自分に利益になることは正しくて、それに反することは間違っている、潰すべき対象だ。まあ力の理論ですよね。もともと生物というのはそういう理論で生きてきたのかもしれない。とにかく相手を食って、食った方が生き残って、食われた方はそこで命を奪われる。より強い遺伝子を持って相手を食う能力の優れたものが運営する。そこには正義という概念ないんですよね。しかしですよ、この正義という概念がなぜ生まれたか、概念がなぜ生まれたかというと、人間が社会というものを作って生存を持続しようとしたからです。社会を作って、その社会が健全に生き残ることで自分の命も守られるし、自分の子孫も守られる、自分の死を保存する。そこで自分さえ良ければといってわがままをするやつは、結局全体、社会全体の不利益になるので、それは抑圧され、滅ぼされる。そういう仕組みが社会であって、正義という概念の誕生ですよね。だから自分に気に入らないものはぶち殺すという概念というのは、これは社会というものを否定している、みんなの力によって生き残るんだという概念を否定しているというところです。ここが一番のポイントですよね。で、この社会という概念は今となっては狭い地域という社会だけではなくて、もっと広い国全体の利益、そしてさらには世界全体の利益でなければいけないわけですよ。そうしないと結局今となっては核兵器という相手を完璧殲滅させる能力が開発されて、それがいろんな国が持っている状況の中で、いつ使われるかわからないという状況の中ではですよ、世界全体がやはりこの正義という概念を持って、自分がされたら嫌なことは相手にしない、そういう正義感というを持たなければ、結局は相手が自分に対して核兵器を使ってとんでもない被害を与える状況がある。でも残念ながら今の世界の状況というのはそうじゃないですよね。
トランプさんにしてもフランスの今大統領候補になっているおばさんにしても結局自分たちの国を守るために困ってる人たちを見捨ててしまおうというふうなことが当たり前になって、アメリカファースト、フランスファースト、日本ファーストみたいになってきてて、これは正義という概念とは違いますよね。まあ、私の考え方というのはもっとみんなが優しくなるべきだ、優しい世界の構想というのをホームページに出してますけれども、みんな優しくなってお互いを大事にしましょう。日本国憲法の前文の概念というのはですよ、武力を持たなくてみんなと仲良くすることで自分たちの生存権を守っていくんだ、甘っちょろいというふうに思う人が多いかもしれないけども、これを実現するためには大変な勇気がいるんですよね。強い心と実行力と力を持ってなければこれは本来は実現できない。私は喧嘩しませんから皆さん私に対して優しくしてねというだけではなくてですよ、努力して世界中で困っている人たちがいればそれを助ける、そういう行動をすることによって他の人、国からの信頼関係を作って、それによって自分たちの生存を守ろうというのが日本国憲法前文の概念、日本国憲法9条の概念なんですよね。それやってないですよね。逆に軍事力を持ってる、軍事費に使っている金を使って、その金を使って世界中で困ってる人たちに対して積極的に援助して苦しんでる人たちを救う努力をする、そのことによって信頼関係を世界中の人たちと築き上げていく。残念ながら今の日本の状況というのはね、まあ、それができるような状況ない。学校でのいじめが続く、福島からの避難者たちをいじめることが日本中で起きている。それを咎める親の姿勢がないということですよ。親たちが自分たちの職場で同じようなこと、さらに輪をかけたような理不尽な差別やいじめを行っていて、それが社会の中で問題にされていない。子どもたちは親の生き方を真似てるだけですよね。こういう人たちにこの日本国憲法前文と憲法9条の概念を守ってやろうじゃないかと呼びかけても無駄なことかもしれない。しかし私はそれをやっていくべく努力していく必要があるんだろうと思いますわね。みんなが優しくなるためにはみんなが勇気を持って強くならなければいけない。やろうとすればできると思うんだけどね。ということです。Thank you.
ということで今日ぐるぐるしておきます。